スパルタや。残ってる。スパルタちゃう。スーパーパワー。そう、スーパーパワー。もう無理や。無理無理無理。専務と遊ぼう。専務と遊ぼう。こんにちは、NMB48 の和田美優です。今日も専務と楽しく遊びましょう。専務よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして広報君もよろしくお願いします。お願いします。おー、イエーイ、ありがとうございます。専務とどんと遊んでみよう。今日は何をして遊びますか？今日はね、プラバンを使えという指令が来ました。プラバンって聞いたことないでしょ。いや、ないですね。プラ板ってカタカナになってますが、ただのプラスチックの板でプラ板と書いてプラ板。へえ。そうね、なんかそのままの名前やね。すごい。はい。よ、ほら、プラス下敷きあったやん。確かに。まあ、下敷きのちゃんとプラスチックでできた下敷きの親玉みたいな。今回はですね、そのプラ板入門ということで、はい、これをまずですね切って、はい、うわ、好きなものの台を作ってみようというのが今回のテーマらしいんですよ。へえ。らしいんですよってなんか一言みたいな。Pカッターというね、Pなカッターなんですよ。こういう変な、こんなややこしい爪みたいになってるさ、はい、うん、これでキーキーキーと、こういう例えば分厚いプラスチックをこうアクリル板でもキーってやって切るためのプラスチック専用のこういう、そうなんです、ね、あの引っ張るタイプのカッターナイフです。あとあと定規、紙やすり、うん、お約束のセメント、接着剤、はい、でございます。はい、であと今回のテーマはなんとゆるキャンのフィギュア、ゆるキャン、はい、ゆるキャンって知ってます？はい、知ってます。かわいい女の子のキャンプはですね、はい、だそうですけど、はい、まあね、今キャンプブームの火付け役なんですよ。へ、何にもなんか恋愛もなく、ただねこの女の子 3,4 人がですね、ただほわーっとゆるーくボーって生きてるだけの、いやーいいなぁ、なんか知らんけど景色がいい、なんか悪意がある。キャンプはすんの？キャンプはしないですけど、あのしないよ、作ったことあります。はキャンプ知らんけど作ったことって何？キャンプ作るって何？キャンプ場、ね、ネスタリゾート風の、はあ、あの番組でですけど、はあ、はい、キャンプ場を作ったの？キャンプ場を作りました。あのテントとかキャンプを作るよりすごいね。さすが工務店違うね。何でも作らせていただいてます。みゆちゃんキャンプでしたことある？キャンプはやっぱお仕事でしかもう最近はやらないです。お仕事でキャンプするんですか？あ、そう、やらせていただけるんですよ。虫がちょっと苦手なの で、ね、虫が寄ってくるのはちょっと。虫どう？食べる？虫大好き。食べるからこの人。主食虫だもん。うわー、そう、ムカデ大好き。いやまず切り方なんですけど、はい、今回のプラ板のですね特徴としては、はい、このプラ板がだいたい1ミリなんですよ、はい、まずは半分に専務とみゆちゃんが使えるように、はい、お願いします、はい、これ切りたいところをですね、こういう分厚い時1ミリを切る時はですね、いや、すごい嫌な音するでしょ。これもキーッこうなんかほらほら紐みたいなのが出てきます。これこう毛がくわけですよね。はい、あのこれをですね一回で切れないんですよ。一回で切っちゃったら切れ無理です。で切ってしまうと思ったらダメなんです。ほぼこれで切れてるんですけど、これね、うわ、こうやって切るのです。これが分厚いプラ板の正しい切り方。でこれが例えばもっともっと分厚くなってくると、これも10回でギン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 ってやり続けると。だん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 これがね、3回4回後でやってもらったら、はい、溝が掘れますから、はい、まずこれを真っ二つに切ってみましょう、はいはい、これをしっかり当てて、うん、別に特別ね難しいことはないですが、しっかりこれ押さえとかんと、これ見るとふにゃふにゃっとなりますから、はいはい、それでその定規切りたいところに置いて、はい、そのまま一番こっちの端っこからねギューッギューッと、はい、何回も何回も軽く、1回目は軽く、むず慣れるとすぐです。最初はだからちょっとね、結構でも力いりますね。いりますね。でこれのええところ、まあちょっとだけまあまあ簡単なことは、普通のカッターナイフやったらちょっと間違うと手血まみれになります、はい、お、はいはいはい、これはちょっと間違うても手は血まみれにはならない。あ、ならないんや、はい、そんなに歯がね、鋭い歯じゃなくてこれ太いのでギーングリ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 っとやるから、力技なのです。これいつ切れてるのかわからない。わかんないですよ。だからこれを切れてるのはこの出来上がって出てきたこの紐みたいなのを見て、はいはい、はい、出てきた、どうなったら適当でいいですよ。ただ上から下まで絶対まっすぐ下まで落としとかんと切り残しができる、はい、ああ、なるほど、はい、
そうなんです。あーは大事やね。怖い。大事。でも言うけど、あーは大事です。なんか失敗した時は絶対自分で悲鳴を上げるよ。はい。知れてますように。あ、やっと、大体、あ、すごい。はい。あー、あーということで、はい、上手。初ピーカッターでございます。嬉しい。はい、ではではでは、お次の作業ですが、はい、これですね、例えばこのフィギュアがあります。はい、で、これ大体乗っけたいな、大きすぎるとあの場所取って困るので、これもね、うん、これも入れていきたいなというところで、大体の大きさをですね、これぐらいにしましょうと考えます。はい、ちっちゃいにします。はい、じゃあ、はい、OK ですよね。はい、はい、ではでは、これでですね、はい、まずは、ね、切りましょうかね。はい、まずこれを、大体ここだねというのがあれば、はい、もう、もうこの、無駄やけど、全部切るしかない、全部切るんです、うん、パッキンと簡単に、やったもう先やったと一緒ですから別にね、はい、これにはね、そんな皆さんにただもプラ板というのはこんな風にして切るんじゃよっていうのは、うん、見たことない人にとってはしっかりここだけ押さえて、うんうん、はい、これでまずお手本その1、あ、これ押さえ方が弱かった、やっぱ難しいです、ね、いや下にね変なもんがねゴミがついたりとかするとですね浮きます、で力をしっかり入れて、なぜこうなるかというと、はい、まあすごい理由は簡単で、こうやってほら面積こんなに押さえてるわけですよね、はい、ここってこんだけしか押さえてないので当然力をですねしっかりとこう押さえておかないと、この親指と人差し指で押さえてやらんとこれがずれちゃうんですわ、当然接点が少なく、でさっきと違ってあのピーッと音はなかなかに出ませんから、キュッコ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 薄く薄く軽く、わ音が違います、全然違いますね、気楽にやります、なんかノコギリの音みたいですね、確かに、うん、あ、もうほとんど切れちゃいました、パキということで、はい、こんな風にしてやってみてください、はい、よろしく、はい、みゆちゃんちなみにそれどれくらい力入れてる、え、もうマックスです、マックスです、腕の力入れてる、はい、腕の力全身、結構力入れるんだね、結構、そう、これね、力確かにギュッと全力でやるときは確かに大事です、はい、あんまり手を抜くと手を指の力で引くとちょっと息が出た、はい、あ、まだや、まだやな、まだまだ、うわ一回これやるとね大変です、もう一回同じように当てんとあかんから確かに難しい、難しい、むずいんですよ、うわ違う気がする、かまへんね、全然気にせんです、最悪や、最悪っすか、大丈夫ですよやっぱ苦戦してもらうと最初から楽勝で成功するようにね、これ1回ぐらい失敗がわざとやってほしい、あ、うまくいったみたいです、あ、でも、まあ、大丈夫、パキッと汚い、どれ、まあ、ちょっと歪んでる、あ、歪んでる、最悪や、どれどれどれ、どんな感じですか、どれぐらいですか、はい、あ、結構バキバキなった、バコバコなりました、ね、はい、もう一回もう一回、もう一回やり直しですか、やり直し、これ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 の広さにして、はい、で、プラ板どこにあります、残ってスパ、スパルタちゃうスパルタこれ500回ぐらいやらせるんや、もう一回やり直し、はい、難しい、難しい、力が、あ、やばい、もう無理やあれ無理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 、どうなったこうなった場合は先生どうですか、うん、 OK です、あかん、でもね、厳しい、じゃあどうリカバーするかをお教えしますが、はい、これね今日あのヤスリいろいろ持ってきてるんですけど、はい、紙ヤスリというのが何パターンかありまして、はい、これは特に今回はあのちょっと粗い目180番とか240番ぐらいのこの紙ヤスリというものを使います、はい、これを置いて、はい、コシ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 とこうするとですね、はい、これでこの方がいいかな、はい、でこうやるとですね、まっすぐ、きれいに平らになる、滑らかになる、やったー、はい、やってみよう、はい、ありがとうございます、はい、こ, そうこのギザギザがですね、ガタガタ、はい、ガタガタギザギザをこうやってね、あの、それからみゆちゃんね、はい、まあ、上下上下よりは、まあ、一方向の方が楽です、へー、でこれやった後に今度は逆の方向けてこうやるとですね、あー、なるほど、きれいに、あの、ささくれも取れます、へー、でもだいぶきれいになってきて、滑らかになってきたし、はい、あ、そうなんだ、そうなんです、これをね、ただね、スピードを上げるとね、こんな風にするとですね、はい、プラスチックで熱持つか、摩擦で熱持って
ニュニュニュのなったりとかする、これはこれぐらいの形でマサチュネチュには気をつけて、マサチュネチュニュマサチュネチュニュ気をつけましょう。リカバー、はい、カバーどうですか、あのガビガビがほらこんな綺麗にって、なんかテレビの通販番組みたいですね。あの汚かった、はい、髪が一気に落ちますみたいな、うん、おはい、次は人形さんです。はい、なんか出てる、出てるでしょ、はい、さすがそう 3.2 って何でも見えるよね、このニッパーの、はい、お、はい、今からお渡ししますが、はい、いらんところをですねこう当てて、はい、えい、いや、もう切っちゃいます、はいはい、歯で切った場合はだいたいこう切るので、ちょっと残るでしょ、そうですね、ギガギガ残ります。これはカッターナイフもニッパーも一緒なんですけど、はい、でこういう場合もさっきと同じようにこの足の裏だけを削っちゃうんですね。そう、きれいに、これはね、ゆっくりゆっくりまっすぐ丁寧に、これやるとね、きれいにやるだけではなく、はい、裏面がギザギザ、ちょっとザラザラします。はい、接着剤、これセメントと言いますが、はい、ザラザラしてると当然ながら あのスポンジの表面と一緒で何でも染み込むわけですわ、はい、なのでこの方が絶対にザラザラしてます、うん、一石二鳥なんです。読んでみてください、ミスターセメント、ミスターセメントスペシャル、スペシャル、スペシャル違うんです。違うんですか、ミスターセメントスーパーパワー、そう、スーパーパワ ー、スペシャルやなかった。 SP とだとみんななんだスペシャルと思うけど、実はスーパーなパワー、スーパーパワーでした。何が違うね、だからすごいパワーが、ね、すごいパワーな、こう置いてですね、はい、シャバシャバなんですよね、うんうん、シャバシャバをですねこうやって流し込むのです。これアップで、まあ、きっとアプリしたもの、これ毛細管現象というので、つけながら、そう、染み込ます、流し込むだけなんです。押さえながらつける、そう、押さえながらつけます。怖い、無理、難しい、大丈夫、やばい、なんで今までめっちゃ難しいかもしれない、うん、緊張を与えます。もうそろそろいけるかね、はい、じゃあ3、2、1、パッ、やったー、よかったー、立ちました、よかった。ということでプラ板の一番の簡単な基本としての飾り台というかベース作ってみました。頭持ってもついてくるはずです。ほんまや、やった、嬉しい。ということで、はい、これ1ミリの分厚さです。1ミリの分厚さはこれぐらいですけど、もっとすごいのがあってですね、これ 0.1 ミリ厚さ、え、紙、え、本当だ、これ紙、これなんでベースは作られへんけど、うわぁ、あ、やばい、めちゃ下手くそ切れましたね、すごい、はい、紙です、こんな感じ、これこんな 紙みたいな、これが 0.1 ミリ、こんなペラペラなやつは何に使うんですか、何に使うんですかねと思ったら、例えば兵隊さんのねベルトとかですね、紐とか、なかなかこれプラモデルってこんな薄っぺらいものをパーツにはできないんですよ。でそういう時のための紐みたいなものとかベルト用に使ったりとかするのが一番ポピュラー。いや、すごいですね、こんなプラスチックがあるの初めて知りました。初めて知ったでしょ、紙みたいなプラスチックやから ね、すごいです、はい、やってみて、みゆちゃんいかがでした。すごい力もいるし、その、まっすぐに切るのとか難しかったんですけど、こういう立ちにくいものもこうやっても立ってたりすごい便利だから、めっちゃいいなって思いました、ねえ、はい、すごいね、スーパーパワー、スーパーパワーです、スーパーパワー。チャンネル登録よろしくお願いします。専務、最後に締めの一言お願いします。はい、切るのも立てるのも全ては今回のテーマは集中です。集中、集中、はい、ありがとうございます。集中、集中、集中、専務は喋ると止まらない、こう喋れず